はい、皆さんこんにちは、国とこナインです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。今回は初のコラボ企画ということで、ドリームリストさんの方から国とこさんの飯テロ動画の舞台裏を撮影させてもらえませんかっていう依頼を受けしまして、私でよければ OK ですよっていうことでね、ラーメン四川さんが運営するこちらそば中さんにお邪魔しました。動画に出てくる若いイケメンの好青年がドリームリストの代表です。いつも撮る側なんでね、撮られるのは慣れなくて緊張したんですが、舞台裏動画の方はドリームリストのチャンネルにて同時公開されておりますので、説明欄にリンクを貼り付けておきます。ぜひご覧ください。それでは動画をとくとご覧あれ。はい、お願いします。おにぎりといなりはどちらにいたしますか？おにぎりでお願いします。おにぎりですね。じゃあ番号中にいたします。はい、まあ、こんな感じでじゃあお家から持ってこられたんですか？そうですね、商売道具なんで食べるんですね。あのそうそう、これがないと始まらないあまりあれですね、話されないですね。そうね、でも別に大丈夫ですよ、普通にしてもらって。はい、はい、やっべ、うまそう。はい、はい、はい、うまそうだな。あ、まだできない。あ、そうですね、まだそういうとこは。じゃあ先に行っちゃって大丈夫ですか？いただきます。普通盛りにしてはボリューミーだな。できたみたい。うまい。そばの風味と大根のシャキッとした歯ごたえが何とも言えない。うまい。そばつゆも美味しい。甘すぎず辛すぎず、返しと出汁のバランスがいいですね。はじめはわさびをそばにつけてすするのが私流。またすするな。おい、こんちゃんが笑ってるよ。うまっ。大根とそばがみずみずしくてうまいな。そばと言ったらやっぱり中辛スタートですね。盛りそばには直掛け。下手こくとむせるので注意。自家七味うまい。うまくすれた。取ろうか。あ、大丈夫です。うん、いいよ。今待ってないんだ。私の舞台裏を取るはずが、私が舞台裏を取っているというね、レアなあれですね。おいしい。つゆに入れちゃうと混ざっちゃうから、麺に直にかける。うん。くす使うときは混ざらないようにして、でそこのエリアを、で、すするときは、蒸せないように。うん。うん。うん。これが一番、だからやばいですね。うん。ニンニク七味が合うんだよ、意外に。七味ハマりそうです。
きおにぎりなんだ。海苔パリパリでうまっ。醤油と米の香ばしい風味、うまい。焼きおにぎりにもこっちにかけられる。ああ、それ行かないと怒られちゃいますね。うまっ。セルフってんがいいよね。そうですね。うん。蕎麦湯に揚げ玉が合う。死ぬかと思った。見られなくてよかった。わさびはもうやめとこう。おいしい。何にもなかったかのように振る舞ってますね。やべ。いやー、そばおいしかった。どんな動画になるのかな。美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、大満足。皆さんもね、近くにお越しの際はそば中さんでそばをたぐってみてはいかがでしょうか。安くてもしっかりしたおそばが食べられますんでね、大変おすすめです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。